エコーかかってる。トンピーのピー始まりました。イエーイ。ということでね、今日は七五三の日ということで、ちょっと記憶の彼方なんですけど、7歳、5歳、3歳の皆さんおめでとうございます。絶対見てないよね。トーピーのライブ見に来る人とか40、50のおっさんだから、絶対見てるちびっこいないと思うけど、まあ一応います。おめでとうございます。そうね、なんかお母さんの記憶にはないんだけど、なんかお母さんがターピー七五三の時にお祓いを、七五三お祓いしてもらうんだけど、それって悪霊退散させるやつじゃん。なのになんか巾着みたいなのに何にも入ってないのに、なんかもうお祓いもめんどくさくなっちゃって、お腹空いてずっと巾着の中の何もないところから何かを取り出して、延々とこうやって食べ続けて、お祓いやってんのになんか何かに取り憑かれちゃったかと思ったよって言われて、そう、昔から自由だったんだね。そう、みんなは七五三とか、まあでもそうね、どんなに年取ってる人も5歳の時あったんだもんね、やってるか。そう、みんなの可愛い姿は想像できませんが、まあ七五三という時代があったということで。ね、写真とか見てみたい。今度ライブ来た時にさ、七五三の写真見せてよ。そしたらどうしようかな、チェキ200円引きにする。どんなポイントだよ。はい、ということでね、ちょっとふざけてしまったんですが、この後はお笑い芸人の一番星さんがゲストに来てくださるということで、このままちゃんと見ててください。それでは一旦 CM に参ります。7歳とかも見てほしい。はい、それではご登場していただきましょう。お笑い芸人の一番星さんです。どうぞ。いやいや、どうも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 。動き方、あすごい、観光大使館がすごい、はい、そうなんですよね。お呼びさせていただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、ということで自己紹介の方よろしくお願いします。はい、あの八千代町観光大使にこの度任命されました。お、お笑い芸人一番星でございます。お、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、なんかね、いろいろね。でこれは何ですか。これはですね、あの八千代町のご当地キャラ、花丸くんっていう、あの、まあ、ゆるキャラ、花丸、花丸くん、花丸で一緒に、あの メロンちゃんっていう、山口メロンちゃんっていうアイドルの子も一緒にあの観光大使になったんですよ。茨城県の観光大使だけど、はい、山口さん、そう、山口県ではないので、ね、山口メロンちゃんね。茨城はメロンが有名。茨城はうちのこれ町なんだけど、八千代町ね。八千代町は白菜の生産量が日本一。あ、なるほど。で、うん、真ん中花丸くんはこれ白菜ですね。まあ、白菜がモチーフっていう、ね、白菜じゃないよっていうね、 あくまでゆるキャラなんで白菜じゃないよ、でも白菜がモチーフだよっていう、ね、なるほど。白菜とメロンと人間と、はいはい、えらいこっちゃなこれ。ちょっとあのすいません、もうやっぱりね、観光大使といえばなんですけど、こういうのがあるじゃないですか。皆さんこれちょっと見えますかね、このあ、ちゃんと名刺ですね。名刺お持ちで。はい、これちょっとあのタマピーちゃんにね、 ありがとうございます、はい、あの今後ともよろしくお願いします。お願いします、はい、ちゃんとカラー印刷でお金かけてる。結構、ね、そう、気合の入った名刺なんですよ。裏表で、あ、でも裏にちゃんと白菜とメロンと温泉と梨、うん、あの天然温泉もありまして、まあ、あの終わった、あの入り終わった後も、はあ、ずっとこうホカホカしてるっていう温泉なんですよ。大体温泉ってそうじゃないですか。いや、あのそれがもうだいぶ違うみたいです。あ、だいぶ違う。相当、なるほど、長い間湯冷めしないってやつです。それはもうこの寒い季節にはぴったりじゃないですか。ぴったりですよ。そして白菜はね、白菜キムチ鍋がありますから、あ、はい、このうちの白菜を使っていただいて、はい、町の白菜を使っていただいてですね、うん、ぜひとも全国にこう広めたいなということで、まあ、こういうところでもね、ほらこういうのを、ね、頑張ってるわけですよ。すいません、なんか宣伝に使っちゃいました。すごい、なんか温泉一人入ったらインセンティブとか入る。いやいや、なんかね、なんか僕もあのすごい宣伝するから、せっかくお笑い芸人で紹介されてるのに、なんかもう八千代町の宣伝をするためだけに来てるみたいになっちゃってますけどね。もうごめんなさい、本当にね。そうですね、一番星さんの良さより今白菜や温泉の良さがすごい、ほんとね、そっちの方ばっかり行っちゃってね。、まあ、もうしょうがないですけどもね、はい、伝わりました。まあ、まあ、こういうのありますんでね、よろしくお願いいたします。そうですね、はい、八千代町に行ったら温まれるけど、一番星さんに会ったらどうなるんですか。
八千代町行くと温まれるけど、あ温泉でね、うん、あ僕に会うとあの温まれますよ。温まれるんですか、はい、僕あの笑いとってほかほかにしますから。おーやべ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 ちょっと自分でハードル上げたわちょっとじゃないですね、結構結構上げたね、これやばいやばいやばい、やめとこう、あの冷めます一回冷ましますか冷めます、ね、はい、すいませんね、ということで、はい、うん、よろしくです。茨城か、茨城ちょっと鉛があるかもしれないですね。ああ、ね、ご自身で、はい、ご自身が、よくね、はい、女の子が鉛ると萌えとか言われるけど、うん、男が鉛ってるとなんか、なんか汚いってなんじゃないかそうなの、うん、ただ、まあ、特にね、このうちの八千代町、まあ、茨城県がどうなんでしょうね、茨城弁っていうのが少し喧嘩してるっぽく聞こえるらしく。どんな感じ。だから、例えば、はい、修学旅行に昔行って中学生の時で、まあ、グループでこう歩いてるんじゃないですか、はいはい、したらあっち行かないみたいな、まあ、例えばこっちの言葉で言うとだよ、 あっちのあそこのとこ見に行かない、あそれは普通に、ね、あいいねいいねみたいな、いいねいいねじゃないか、いやこっち行くって言ったじゃんみたいな、多少のちょっとした喧嘩みたいな、喧嘩じゃないけどね、意見の交換、その時にこれ茨城弁になるとお前あっち行くよとか、なんでだよお前こっち行くっつったっぷのって、なんかこの言い方が、なるほど、うん、全く怒ってはないけど、ない全然普通だけど、都会の人とかが見たらえって喧嘩やめなさいって言われて、実際に喧嘩やめなさいあんたたちっておばちゃんに言われたっていうのがあるんで、なるほど、うん、だからまあ汚いかもしれないですね、男だとね、なるほど、うん、なかなか、うん、ごめんなさいね本当に、私栃木出身なんですけど、はい、あれお隣だ、そうなんですよ、よくどんぐりの背比べするね、よくね お互いね言い合うね栃木はみたいな、そう、で栃木の人は結構底辺の争いで北関東がなんちゃらみたいなそうね ありますよね。でもまあここほら向こう北関東って言って群馬も入ってきますからね、群馬もでもまたなんかジャンルが違う、なんか宇宙と言われている場所だから、宇宙って言われてるでもなんだかんだ言ってある温泉ありますからね、あそこもね、そうなんですよ、草津温泉とかやっぱりそういう名所が、なんかいつも戦うとしたら栃木 vs 茨城で群馬あるけどって言ったら群馬はまた別個のものとして捉えられてる。ただねもうあの茨城あんまりね強く言えないんですよ。おなんでかというとなんかね、うん、数年前だけど2年ぐらい連続で茨城県というのが行ってみたくない都道府県1位、うん、行ってみたくないよ、いや1位おめでとうございます。いやいやいやまあでもね橋にも棒にも引っかかんないんであればね、なあ、うん、あれやっぱり1位、行ってみたい1位とか2位ってね北海道とか沖縄なの、うん、ああやっぱり、うん、でもね逆なんですよ、抜群に魅力がないということね、っていうことなのかね、いやありますよっていうのをね僕はまあまあ茨城県の観光大使じゃないので、僕は茨城県内の八千代町のね観光大使で、まあ、まずは八千代町から来てくださいよっていうことでございますよね、すいませんね、よろしくお願いいたします。いやいいですね、私もじゃあちょっと栃木の観光大使になれるようにこう斜め掛けできるように頑張ります、ね、これなんかぽいでしょ、ぽいです、これはちゃんとオフィシャルのやつですよね、オフィシャルです、ちゃんとほら花丸君が自分でやったやつ、自分でこれ作ったら、だって安全ピンで止めてあるから、そう安全ピンなんです、これ本当はここ穴開けんのかな、あそうなんですかね、穴開いてこう縛るんだと思うんだよね、だからとにかくまあこのほらこの1枚になってるからこれがね、あーなるほど、はい、とりあえずここをこうちゃんとオフィシャルのカシャッとしてるんですよねえ、いいじゃん、だからそれのイベントなんかもね、はい、やったりしてらっしゃる、そうですね、今回10月の3日に任命式ありまして、あ結構最近なんだ、はい、まあ、最近なんですよ、今年に入ってからいろいろ頑張ってたんですけども、あで、まあ、ここに来てやっぱり10月になって任命式をやっていただきまして、はい、でそこからというもの、今度あのその八千代町の八千代の秋祭りっていうのがありまして、これが11月の19、20ってあるんですけれども、あ これ、はい、これですね、あの19日の方は私の方もあの山口メロンちゃんと一緒にこのお披露目ですね、観光大使になりましたってお披露目ありますね、まあ、こちらに出演するというのがありますね、すごい秋祭り、はい、なんかいろいろ美味しいものとか置いてある、あのいっぱい出ます、美味しいものがいっぱい出ます、あのやはりねその農業も盛んな町ですから、あ、うん、じゃあ19、もうすぐ、もうすぐです、ね、もうあと4日後、そう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 、あ、はい、これ秋祭りでねありますね、ぜひぜひ行ってみてください、ぜひとも本当これこの要素はですね、実はあのヤフーニュースにも取り上げていただいたんです、あら、はい、この観光大使任命されましたみたいなの、はい、ね、記事がなかったんですかね、うん、他に ねありがたいことですけどねこっちはありがたいことですけれども、はい、ちょい自虐いやいやいやねいやだって僕ごときにって思うわけですよ、いやいやもう八千代の一番星さんがヤフーみたいな、ヤフーってなったんですよ、ね、ヤフーですよ、まあ、ちょっとしてね僕八千代町は有名人になってきましたからね、そうですよ、はい、おじいちゃんおばあちゃんとか優しい 人たちにのファンをつけるっていうの大切なことですよ、一番いいじゃないですか、そうですよ、もう都会のファンなんかもうコロコロ変わりますから、やだそれ
そういうとこでね頑張ってんだもんね、マッピーちゃんもね。まあ、いろんな人がわー来るから、うん、あっちもいいこっちもいいってなるけど、田舎誰もいないからいやお互い自虐やっちゃってるなまあね、はい、でも頑張ってる最中ですか、お互いね。そうですよ。まあ、僕ももうそろそろね、いい加減ちょっともう突破しないといけない年にはなってきてるんですけどね。あ、はい、まあ、僕は公表してますから言いますけども、12月で43歳ですから、い、はい、もういい加減ちょっとね、皆さん仕事くださいよ本当にね、ちゃんとやってますから僕、観光大使ね。すごい、43だ、はい、おじさん。あ、おいおい、まあね、昔30いくつっつったらさ、はい、ね、子供の頃30いくつ、うわおっさんだなと思ったけども、そこも超えてますからね、はい、こっちね、うん、40回ったから、まあおじさん言われても悲しくはなるけど現実だよね。あ、でもちゃんと金髪で帽子かぶってたら、でも若者に見えます。若者に一文字変えるとバカ者になるけどね。いやいやいや、若者に見えますか。見えます、ね、あ、よかった、ありがたい限りですよ、ねね、はい、普通のおじさんとは違うおじさんいろんなおじさんがいるんだな、はい、いろんなおじさんいますよ、はい、ということでね、はい、これもうすぐで CM なんですけど、 CM 開けたら、うん、はい、なんと、会えるとホットになれるほど面白い芸人一番星さんがネタをやってくれるということで、冷めます冷めるネタ下げとこ、今あげちゃう、まあちょっとそうね、じゃあ今から、はい、ということでね、はい、あの CM 明けもバッチリ見といてください、うん、お願いします、笑ってねこれ画面の向こうだから笑い声一切聞こえないけど、ね、でもそういうコメントは後でもらえるのかな、どっかに、なんかツイッターかなんかに、面白かったよ、おそらく、ね、いろいろ言ってほしいなはい、ということで CM 明けも楽しみにしててください。はい、お送りしました、マビーのピー。ちょっとね、画面こっち側はとりあえず触れないでおいてはい、ということでコーナーに行っちゃいたいと思います。タンピーのスキルアップコーナー。テレビ番組聞きにくいことを聞くで話題になったタンピーがゲストにいろいろ聞いてスキルアップしちゃうコーナーです。ということで早速コーナーの序盤最初ちょっといやーと後悔してる寝てやりますかなんて言わなきゃよかったな。ちょっとぼやきが入ってるんですが、すいませんすいません、ね、早速、はい、一番星さんに今週のネタをやっていただきたいと思います。それではお願いします。皆さんこんにちは。今日は衝撃実験によるダミー人形の動きを見てみましょう。まずは後方からの衝撃により走り幅跳びの着地のような動きになるダミー人形。がこういう動きになる、まあ、今ちょっとねこの後ろこうできないので、あまあ、この動きはできなかったんですけど、あの安全を確認する大切な人形の、そうですそうです、ダミー人形の、まあ、動きの真似なんだけど、まあ、今回今のは走り幅跳びの着地のような動きになるダミー人形で、はい、もう説明しなきゃいけないのがちょっと、ね、細かい、やいやそういうやつを今やってるんですよ、こういうのをね、これ、まあ、コンティニューできるんですか、コンティニューコイン入れれば続きってことですか、はい、続き見ますか見ましょうよ。じゃあ最後クイズ形式になってるんで、はい、参加していいってことですか。参加してもあのすぐにね、すぐに答えになっちゃうから、あのすぐにパッてこう答えてもらうというか考えてもらったら、あ3段目はクイズ、3個目次は普通にも例題、その次がクイズになってるんで、なるほど、まず例題をじゃあちょっとその続きで見てもらいましょうお勉強、はい、じゃあ続いては前方からの衝撃により百人一首の競技で僅差で札を取れなかった選手の動きになるダミー人形。続いては四方八方からの衝撃により
癖のある指揮者のような動きになるダミー人形。それでは復習です。今までの映像を踏まえて、次はどこからの衝撃による何の動きになるダミー人形でしょう。ちょっと覚えてなきゃいけなかったな。マジで絶対わかんないでしょ。カルタ？カルタ？わかりましたか？答えは、後方からの衝撃後、さらに前方からの衝撃により、必殺仕事人のような動きになるダミー人形でした。もう一度見てみましょう。確認してくれるよ。皆さんこんにちは。今日は衝撃実験によるダミー人形の終わりです。終わりです。終わりました。ありがとうございます。はい、答え合わせで終わりました。なるほど。最後にはちゃんと見ている方も参加させていただけるという。そうなんですよ。随分優しい、はい、優しいのか優しいのかどうかわかんないですけどね。まあ、最近ちょっとこのネタをずっとやってましてですね、はい、はい、すごい着眼点がまた攻めてますね。いやどうなんでしょうね。これがいいのか悪いのかですけれどもいや良いですよ。やってる人はいないので。そうですよね。はい、他にだから、まあ周りの芸人からもそれいいなってのは言われるんですけれども、うん、ああちゃんとごめん、じわじわ来る。わら来てます。わら来た。よし、やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。どうしようかと思った。いや本当なんですよ。これもね、最初のそのほら、はい、幅跳びの走り幅跳びの着地のような動きになるっていうやつで、はい、あそこはテレビでも出させてもらったんですよ。おお、うん、あの部分だけなっちゃいましたけどね、はい、短くねカットされちゃったんですけど。テレビはねそういうもんなん、はい、そういうもんなんでね、はい、すごい。なんか何がきっかけなんですか。ここに、これはここで行こうという。このネタでって、はい、いやなんか単純に見てたら面白くない、あの動きが。だってエアバッグのやつとかってバーン出て、でもこう突っ込んでったりするでしょ。まあ、確かに。そしたらいやいやいやとか、あとあの飛行機のそういう実験もあるの。はい、飛行機ってこうダミー人形がこう並んでんの、いっぱいね。そのこういう席だから。でバーンぶつかってガン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 ってなるわけでしょ。はいはい、その時にみんなこうやって同じ動きするの、こうやって。あ、その時になんかこのなんかこうデスメタルのような動きしてんな、みんなでヘッドバンキングしてんなみたいな。なるほど。で、あ、こういう動きをやりたいと思ったの最初。ああ、もう面白いなって。こういう動きをやりたい。すごい、やっぱアンテナを張って暮らしてるんですね。アンテナ張って一応暮らしております、はい、なかなかね使ってくれないんですけどもね、テレビの方もねお願いいたしますよ本当に。はい、あ、でもまあ面白い。なんかもうだからこれなんだっけ、この人形なんですよね。ダミー人形。ダミー人形といえばの人になるじゃないですか。ダミー人形といえば。といえば。ねえ。いないでしょ、見てないでしょまだ。見たこともない。ほら。だからそうなってほしいんですよ僕も。自分でね。はい、でもなかなかほら喋らないしこれ。はい。これね、これの利点はですね、あのネタを、セリフを覚えなくていいっていうね。ああ、なるほど。はい、覚え大変。私実は学生の時お笑いサークル入ってて。あれ。そうなんですよ。でも違う、ダミー人形一回もしたことないんですけど。いやいや、まあ、そう見たことないもん俺も、はい、普通に漫才やってて、覚えんの超大変でしょ。ただ漫才やってたってことは2人でしょ。そうです。だから2人はまだいい。
僕も漫才やってましたから、うん、昔だから掛け合いだからきっかけをね、そうお互いが、まあ、こっちはボケやってたんで、うん、でツッコミ、まあ、こう 相方がいて、ほいほい、相方が全部振ってくれるでしょまずね、こう、うん、この前こういうことあってさとかして、あ振る方だった、あだからそれを言ってくれるとボケの方はそれでボケていく、でそれに対してツッコむ、でまたボケるツッコむになるから、なるほど、ある程度その2人いると楽なんだけど、うん、1人になってからが辛い、全部セリフ覚えなきゃいけないから、なるほど、もう俺が終わったら終わりだみたいな、やばい、あの本当あれなんだっけ次ってなった時、うん、どうしようって、もう俺カンペいつも仕込んでたから本当に覚えらんなくてネタが、いやそうですよね、プレッシャー半端なさそう、そう、ほんでオーディションなんか行ったら分かると思いますけれども、皆さんもね、そうでしょこうやって漫画だけかと思ってた、本物かいこうやってこうやってながらはいどうぞいや見てないけど大丈夫かなみたいなね、はいどうぞあれあどうぞみたいな、あじゃあやりますとかさ、やってでこうやって見てて、はい、ありがとうございますみたいなね、後で事務所の方に連絡しますみたいなね、あるでしょ、あんな中でね緊張したらねもうすぐ忘れちゃうネタなんか、いやそうですよ、そこに行くとねこのネタはですね大人がしてもらえればあと動きだけだからあじゃあ緊張対策にもなるし、なる、これはだからみんなおすすめですよって、違う僕のですからねみんな真似しちゃえ、はい、ダメよ本当にね、はい、じゃあもうこれからこれをテレビ地上波でこれを頼りにしてるんですけど、いや見れ自腹じゃない、自分でそう自作ですよこれ、自分でこういうのダンボール感が、そうダンボール、そうあのなんだろうね、なんか変なこうベリベリって剥がれるやつですよ、ね、なんつうのこれマジックテープの、マジックテープの、そうこれはあの黄色いテープと黒いテープを切って作ったんですよ、これ自作ですよ全部近くで見るとすごい苦労が、そうよ本当ね、チープさがねバレちゃうんですけどね、はい、バレたところで、はい、ランボの CM だ、いた CM でーすはい、お送りしました、ビノビーということで、そろそろラストの時間になってしまったんですが、はい、そう、コメントね、さらなるダミー人形ネタ期待してますと、はい、期待されてますよ、コメント来た、来ましたよ、うわ、嬉しいちょっと頑張ります、ちょっとチェックした頑張ります、あの、作ります、わーということでね、はい、おもう早速、ちゃんとまたそうなんですよこれでね、これにこれつけて、本当やっちゃう、間違って何者だという、もう怒られないからと思いますけどね、もっとちゃんとした格好にこれつけてくださいって言われちゃいそうですけどもまあね、時間の関係上はい、ということで早速、はい、告知の方よろしくお願いします、はい、先ほどもお伝えしたんですけれども、あ、はい、今出てるのじゃあの11月の23日ですね、はい、これあの下妻市、お隣の八千代町のお隣に下妻市っていうのがありまして、おこれあの下妻物語っていうあの映画が、あーゴスロリみたいな、はいはいはい、あの下妻です、あそこにあるあの御所神社というのがあります、御所神社の秋祭り、はい、これがあの10時から15時半までありまして、うん、僕とあの杉田博史という芸人が、うん、あのショーをやります、あらステージがありますんでね、こちらの観覧無料ですので、あらら、よろしくお願いしますと、へのと、あとその2日後ですね、今度11月の25日、はい、下妻なんですけれども、うん、下妻のイオンモール、おー、まあ、イオンってよくねあちこちにありますけれども、はい、こちらの方で、ラジオつくばっていうのを僕向こうでやってるんですけれども、そちらの公開収録ですよね、あの皆さん見れるようになってるんですけれどもね、うん、今出ておりますがこのラジオつくま公開収録ということで、はい、イオンの中のですねフォレストコートというところで、うん、まあ、3人のパーソナリティが集まっていろいろ喋りますんで、そちらの方もですねこれ観覧無料ですからぜひとも来ていただきたいということでございますそれ自分の町よりこの下妻からのオファーが、ね、下妻のね、はい、じゃあ下妻に寄ってきてます、いえ、あの、あくまで僕は八千代町観光と、はい、一番推してないやつ、いや一番推すとか言うとまたいろいろ問題あるからな、まあ、八千代の秋祭りの方もねあの、まあ、もちろん自分の町です、僕生まれ育った町なんですよ、そうね、大切な、はい、はい、ですので、まあ、友好関係ということで下妻とねお隣ですから、はい、はい、ぜひとも皆さん来てください、お願いします。そしてサービーの方も告知あります、はい、なんとたぶん来年2017年にメジャーデビューが決まりました、すごい、そう、そんで11月26日のワロップ放送ガールズトークでショーで新曲披露第2弾きたありますんで、ぜひ見に来てください、うわということで本日はありがとうございました、いやいや、こちらこそありがとうございます、ありがとうございました、それでまたテレビで見て